はい、出来上がりました。こちらが10日熟成のイサキのお刺身です。いい感じでね、美味しそうな色を出してますよね。身の方もね、しっとりとして美味しそうでしょ。はい、お疲れ様です。今回は和歌山県の共栄丸でイサキを釣ってきました。今回の釣り編はね、概要欄のリンクから見てくださいね。今回の釣果はイサキが40匹でした。ちょっと全体的に小さくてね、リリースしたイサキも結構いましたけど、なんとかね、お刺身にできそうなサイズだけをよりすぐって持って帰ってきました。今日のイサキはお店の刺身で使いたいと思うので、全部ね、熟成用に処理してしまいます。普通のご家庭だったらね、これだけ全部お刺身で食べきることなんて、まあ、絶対できないと思うので、数日でね、食べきれる分のお刺身用以外は新鮮なうちにね、さっさとお裾分けするか、下処理してね、冷凍してしまいましょうね。イサキの仕込み方もね、別に動画がありますんで、そちらも概要欄のリンクに貼っておきます。さあ、それではね、仕込みの方を始めていきますね。今回のイサギはね、鱗を取らずに熟成保存したいと思います。まあ3日とか4日くらいならね、鱗は先に取っておいても取っておかなくてもどっちでもいいんですけど、鱗を取っていないとやっぱりね、匂いが出るのがだいぶ早くなるんで、なるべくならね、取っておいた方がいいかと思うんですけど、今日はね、マスターもしんどいんで、このまま鱗付きで保存してしまいます。今はね、10月の初めぐらいなんですけど、こんな感じで内臓脂肪がね、つき始めてますね。そしてね、これからもっともっとついてきて、カンイサギって言われる頃にはお腹の中がね、脂肪でぎっちりのイサギも結構いますんで、まあ美味しいですけどね、冬はあんまり釣れませんね。あとね、鱗がついたまま熟成させる方はね、表面のぬめりだけはたわしでね、絶対にこすり落としておいた方が匂いが出るのをね、遅らせることができますからね。こんな感じでやっぱりね、最初にこのぬめりから腐敗臭が始まりますからね。こんな感じですね。はい、水洗いが終わった魚はこんな感じでお皿の水切りかごにね、入れておいたらある程度水が切れますからね。やっぱり熟成させるのに水気は大敵ですからね。こんな感じでね、下に溜まっていきますから、しばらくかごに立てかけておいたイサギは、まあ、こんな感じでね、結構水気は切れるんですけど、仕上げにね、もうちょっとしっかりと拭き取っておいた方がいいですからね。まあ、タオルを使ってね、寝かせる時にはね、なるべくきれいに水分を拭き取っておいた方が絶対腐りにくいですからね。水分もね、腐敗の原因の一つですからね、しっかりと拭き取ってくださいね、こんなお腹の中まで。はい、そしたらね、これをリードペーパーに包んでしまいますね。お腹の中にも少しリードを入れておいて、こんな感じでね、こんな感じで、はい、そしてリードでくるんで、はい、まあ、こんな感じですからね。いっぱい巻く人いますけど、1枚で十分ですからね。そしてね、これを真空パックにしてしまいます。はい、これ真空パックの袋ですね。こんな感じの細長くてちょうどいいサイズの袋があるんで、これにね、イサギを1本ずつ入れていきます。これやっぱりね、真空パックはね、もう絶対あった方がね、いいと思いますからね。よっしゃ、これで入るかな。入らなかったらね、もう一回り大きい袋に入れますけどね。あ、ちょうどいいですね。よっしゃ、ちょうどよかったですわ。はい、そしたらね、これの空気を抜いていきますね。はい、そしたら、ノズルを入れて、はい、蓋をして、スイッチを押して、よっしゃ、もうちょっとかな。はい、このくらいですね。はい、これでね、真空になりました。やっぱりね、物が腐る原因は水分と温度と空気にね、この3つにありますからね。その中でもね、空気っていうのがかなり大きな原因になりますしね。多少ね、水分があっても空気に触れてなかったら本当にね、腐敗を遅らせてくれますからね。真空パックはね、本当に便利ですからね。はい、それではね、全部真空パックにできました。このね、リードペーパーで包んだと別に、この茶色い紙はね、ミートペーパーです。マスターはミートペーパーに包んでます。こっちの方がね、安いですからね。まあ、マスターいっぱい使えますしね。あとはこれを熟成させるんですけど、冷蔵庫で寝かしてたんじゃね、開け閉めとかしてたら温度が安定しないんで、まあ、こっちはね、究極の血抜きの洲本式で、台湾の6面真空パネルのクーラーで氷水にね、漬け込んで熟成させておきます。やっぱりね、この洲本式の寝かせ方が温度は最高に安定しますね。ただね、マスターみたいな飲食店とか魚屋系の YouTube の人はお店をやってるんでね、
設備とか氷とかが、まあ、潤沢にあるんで氷たくさん使って冷やし続けることができますけど、普通のご家庭ではね現実的ではないんで、冷蔵庫でね寝かして、まあ、3、4日ぐらいまで食べられる分だけにした方が、まあ、いいかと思いますね。このイサギはね明日からお店の刺身で使っていく予定ですけど、まあ、今回は10日ぐらい熟成させたくらいの状態を撮影したいと思います。それではね本日の撮影は終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今回は10日間寝かしておいたイサギの刺身を撮影したいと思います。真空パックにしてね氷水に入れっぱなしなので、中身のペーパーはね一切変えていません。それではねこれを開けていきますね。はい、こんな感じでね包んでおいたリードペーパーの変色はほとんどありませんね。さすが真空パックですね。でもねやっぱり真空パックにして氷水につけておいても鱗を取ってないんでね少し匂いがしますね。はい、これが10日間寝かしておいたイサギです。変色はねほぼないですね。まあ本当に綺麗なままですね。お腹の中はこんな感じです。はい、お腹の中はこんな感じですね。お腹の中もねしっかりとしてますね。はい、そしたらねこれを水洗いしていきますね。このね2本以外は、まあ、イサギね1週間以内にお店のお客さんに刺身で使い切ってしまったんですけど、マスターねずっと熟成させるときは洲本式のね血抜きをやっていたんですけど、究極の血抜きね、今回はねやってもやらなくても変わんねえじゃねえと思って洲本式をしなくて寝かしてみたんですけど、やっぱりねある程度の期間寝かせるなら洲本式のね究極の血抜きをした方が絶対いいですね。これはねもう間違いない感じでしたね。究極の血抜きをしなくてもね、まあ、上手に保存させたらこんな感じでね見かけは良くて腐敗とかはしないんですけど、マスターなんかはねまあほんといっぱい釣りに行って釣った魚でねめちゃくちゃ試してきましたけど、やっぱりね洲本式の究極の血抜きって本当にね結果が良くなりますわ。もう間違いないですよ本当に。やっぱりなんかやってないやつはもう雑味がね出る感じがしますわ。はい、それではねイサギを下ろしていきますね。こう頭を落として、よいしょ、ここも落として、はい、そしたらね切り口はこんな感じですね。熟成10日ですけど、身もねしっかりとしてますね。ちょっとマスターもねお店の営業前で時間がないんでちょっとさっさと下ろしてしまいますね。まあ、下ろし方はね特に難しくないんですけど、腹のところだけの骨がねちょっと硬いんで気をつけてくださいね。よいしょ、内側も切って、しゃ、はい、逆さにして、ここね硬いからね、よいしょ、はい、反対側も今度はお腹の方から、もう下ろすのはね本当ただのイサギなんで簡単ですからね。よし、よっしゃ、はい、OK ですね。はい、ここはねこんな感じで血が残ってますね。やっぱりねこの残った血がね雑味の元でしたね。はい、そしたら腹をかいて、よっしゃ、よっしゃかな、はい、よっしゃ。そしてね骨を抜くときはここにねここのところね、この切り口に1本か2本くらいね、骨があるんでね、ここを忘れずに抜くようにしてくださいね。やっぱり刺身に骨があったらねいい魚でもめちゃくちゃまずく感じますからね。はい、皮を引いていきますね。炙りでもいいんですけど皮を引きますね。だ、今回は失敗せんようにしたいですね。よっしゃ、ここでよし、慎重に、よっしゃ、はい、こんな感じです。もう少しね油が乗ってたらこの銀色の部分がね残りやすいんですけど、まあこれからねますます油が乗ってくる魚なんですごく楽しみですね。はい、それじゃあ刺身を作っていきますね。このイサギはね今日のお客さんの刺身の盛り合わせに乗せるんで姿っぽく盛り付けておきます。そしたら剣を置いて大葉を置いて、はい、こんな感じかな。このくらいに切ってちょっと折りたたんで置くと、はい、よし、はい、次もよし、よし、はい、そしてカボスを置いて、このカボスはね毎年この時期になると七
下町のナポレオンのイチコのねシャンワシュルイさんが段ボールでね送ってきてくれます。いつもねありがとうございます。はい、出来上がりました。こちらが10日熟成のイサギのお刺身です。いい感じでね美味しそうな色出してますよね。身の方もねしっとりとして美味しそうでしょ。イサギの方はねこれからもっともっと寒くなるにつれて、脂もね元乗ってきますからね。やっぱりね脂の乗ったイサギを熟成させるとね本当に旨味が増して最高に美味しくなりますからね。冬のイサギ釣りはめちゃくちゃ寒いんですけど、寒イサギもねとても美味しいんで、ぜひ狙いに行って熟成させて食べてみてくださいね。さあそれではねそろそろ今回の撮影は終了したいと思います。今日はねお店の営業前に撮影したんでちょっとバタバタしましたけど、アルバイトの子たちがね来る前に終われてよかったです。まあ見られたら恥ずかしいですからね。はい、それではね今回もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。